力弾けるサイの国タオンの令和サンデーの時間がやってきました。今回より4週にわたり元気配達人パンチ佐藤さんとお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日からですね4週にわたりパンチ佐藤さんですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いやもうパンチさんといえばねもうダイナマイトですけどもね、はい、今日多分パンチさんにお話ししてないんですが、うん、はい、なぜこの席にパンチさんがいらっしゃることになったか、はい、実はねこの虎にいらっしゃる星野治さんの存在が実はあるんですよ、はいはい、星野さんもご存知じゃないと思います、はい、実は、うん、あの星野治さんがね、うん、Facebook に投稿されてるのに対してですね、うん、あるコメントをされたんですね。ぜひ女子野球チーム全国ビームス、見に来てくださいよみたいな感じでね、星野さんが投稿をされて、うん、それに対してパンチさん、うん、レイのフレーズをね、うん、入れられたんですよ。だから簡単に言うとそういうネットでつながったということなんですね。そう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 ね、だからそうすごい時代ですね。いやー、はい、もうダイナマイト、もうその一言、はいはい、いやダイナマイトっていつから話されてるんですか。これはねタオンさんにもねちょっと言わないと分かんないんだけど長くなっちゃうんだよね話がね。じゃあ簡単に言うと、はい、僕プロ野球選手だったんだけど、うん、そうなんですか。1年目の監督がいいプレーが出たりするとダイナマイって叫ぶ人だったの。そうすると負けてる時もなんか勝てそうなこう雰囲気になってくるわけね。でラジオのお聞きの皆さん分かると思うんですけども、当時西武ライオンズが全盛期の時、はい、ピッチャー工藤、渡辺、塩崎、香取、各大元、キャッチャー伊藤さん、ファースト清原、辻、石毛、デストラーで秋山もとにかく全盛期のね西武ライオンズが強い時に4点負けてたんですよ。そして9回の裏西宮球場で、ああ9回裏だなってベンチ帰ってきたんですけども、4点でしょ、はい、で負けですよね、うん、で9回の裏ポーンとバッターがショートフライ、 あと2人かっていう時に、うん、その当時の上田監督っていう方が、うん、ホームラン狙え、ホームランって言うんですよ。で今まで野球やっててね、ホームラン狙えなんて言った監督聞いたことないですよ、はい、でバッターは今のオリックスの中島監督なんですけど、おうおう、サメーサメーっていうニックネームだからね、サメーホームラン狙えってみんなベンチでえーって、そしたらスコーンって場外ホームラン打っちゃったの。そしてダイナマイトって言って3点差で、次のバッターがフォアボール、次のバッターがヒット、一塁三塁で1番松永さんが敬遠でワンアウト満塁で僕だったんですよ、はい、佐藤デッドボールでもいいから何でもいいから塁に出ろって僕がカーンセンター前ヒット打っていって、ダイナマイで3番の指名打者門田さんに、はい、門田頼むで門田パーン満塁ホームラン、一気に4点をひっくり返したんですね、だからダイナマイっていう言葉はいい流れをグッとね、うんうんうん、持ってくるような言葉だったんですよ。そして僕は芸能界入って東日本大震災だったり、まあ、今コロナであったりみんなこう落ち込んじゃうじゃない、うん、そういう時ってなんか猫背になっちゃって無口になっちゃうんだけども、うん、ちょっとでもいいことがあったらダイナマイダイナマイって言ってると疫病神ってわかる？うん、なあれあれパンチのところに行こうと思ったのに間違ったかなとか言ってね、そういう言葉なわけ、だからそれで例えばネットのやり取りでも、うん、だらだら書くのも男同士でさ、うん、節の頑張りで、うん、お前にぴったりだぜってな気持ち悪いじゃない、うん、だからダイナマイもうそういうことでやったわけなのね。いやでも
パンチさんがね、こう、うん、星野修さんのこと星野って呼んだら、なんかいいですね、うん、この仲間のつながりっていうのが。いやそれはね、やっぱりお互いがね、あの二軍時代に一緒にやってたの、阪神タイガースの二軍、はい、で僕はオリックスの二軍で、はい、甲子園球場や神戸で試合してる中で、背が大きくて、あのその割にこう柔らかいプレーでね、足も速くて、あの真面目なんだけど、一言で言うと、まあ、花がないっていうの地味でさあれもったいないな、いるんだよこういう人がなんて。でところがね、彼はやっぱり真面目だったから、あの阪神また近鉄とね、あの晩年年取ってからね、いいプレーヤーになっていったわけ。うん、で性格もあの、まあ、あの二重丸だから、あの話長いな、あの武蔵ヒートベアーズっていうね、埼玉のあの何だっけ、あそこ、あそこ独立リーグですか、うん、の、ね、熊谷、はい、熱い熊谷をさらに熱くっていうことで、あの星野監督になり、で僕が広報部長を務めた、そこでまた再会したと。でお互いまたそれぞれの道を歩んだんだけど、またこのここで会えたというね。いやー、なんか感動的ですね。うん、いや星野さんはパンチさんとね初めて出会った時でどんな方に見えました？うん、もうテレビの人ですね。ドラムは同期か1年違うぐらいなんですよね。野本派と一緒だからどうなのかな？平成元年88年。じゃあ一緒だね。一緒だ。はい、じゃあ阪神葛西だ。ですね、1個じゃ前ですね。あ、じゃあ1個前だね。うん、もう入ってましたけども、テレビの人ですね。あ、そうなんですね。じゃあヒートベアーズの、ね、初代監督が星野さんで、うん、はい、その時にパンチさんが広報部長こういらっしゃる、あ、偶然なんですか？いやだからその作るという上で、はい、誰にスタッフにしようかということなんて偶然です。でまあ楽しいラジオ番組だからさ、あのぐちぐち言ってもしょうがないんだけど、あのなんか時代劇みたいなことが起きちゃってさ、時代劇っていろいろあるじゃないですか。そんで我々がさ、なんか星野さんのその我々がこうなんかってことになっちゃったんだけど、ただやっぱり月日が経つと神様がさ、なんだあのっていうことで、星野は今何の監督なんだっけ？ですね、女子野球の全校ビームズというところ、やっぱりこういう性格だから、ヘッドコーチ、だからこういうふうにやっぱり神様は見てたということでね、また再会できたっていうね。このご縁をね、私の中で長く続けたい、マジさん、だからまあ長くっていうか、まあ、あの、まあ、細く長くというか、あのちゃんとやってればね、ちゃんとこうなるんだというね、本当ね、時代劇みたいなさ、熱い熊谷をさらに熱くと言いながらね、自分の財布だけ熱くしてるやつが何人もいてね、話が違うぞっつって、いや、あの星野さんね、この後ね予定があるんでね、ちょっと最後に一言こう、パンチさんと再会したこの喜びを表していただきましょうか。そうですね、本当にご無沙汰しております。武蔵ヒートベアーズであのパンチさんお呼びした時は、あのとにかく著名人の中から、あの何でしょうね、まあ、会社じゃないんですけど愛社精神のすごい強い方っていう中で、はい、僕もあのその会議には参加させていただいたんですけども、例えばゴルゴ松本さんだったりとか、地元熊谷なんですよ、そうですよね、はい、あのゴルゴさんよりパンチさんだろうってことで決まったのを今思い出しますね。はい、ありがとうございます。でまあフェイスブックのつながりなんですけども、ここまであのなんか節々にパンチさんにアドバイスをいただいたりしてるんで、あの今後ともお付き合いしていただければ、今日本当に会って嬉しいです、はい、まあ年寄りじみた言葉になっちゃうけど、健康一番だからな、お互い、はい、あの元気でまた会いましょう。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあこの後ね、星野さんご予定があるということで、またこういう機会も作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ですけども、じゃあこの後はね、4人で進めていきたいと思いますが、もうパンチさん、今日のことをね、タオンがどれだけ楽しみにしていたか。本当、初めまして、チョンベケスミダ、ヌルド
シャルプ高見だ。ね、シャルプ高見だ。わあ、すごい。またまた2人でこう韓国語でね会話をされてますけどね。僕はもちろん日本人なんですけども、はい、奥さんが中国人だから、うん、中国語ちょっと。うんうん、それで、はい、韓国人の在日のお友達応援団の方が多かったので、20年。もう100回以上韓国ソウルに行ってるので、すごい、ちょっとねちょっとだけ喋れる。だから今タオンさんみたいに、はい、僕がちょっと喋れるからペルペルって喋るともう喋れると思ったらトラ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 って言うからモンラモンラモンラ分かんない分かんないって思って例えば居酒屋に行くじゃないですか、はい、ピョンメッチュハンピョンチュセヨって言うと瓶ビール1本ちょうだい、はい、でセンメッチュの場合はハンジャンチュセヨって言うんですよ、はい、ハンビョン、ハンジャン、うん、だそれ知ってるもんだから、うんうんうん、キャンメチュー、ハンビョンにせよとか言ったら、なんてことないな、モンラってこういう状態なわけなの、うん、やっぱりね、違う国の人とこうお話ししたりすると楽しいじゃないですか。そうですよね。だからタモさんにさ一つ聞きたかったんだけどさ、はい、韓国の人ってさ雨の日にはチヂミを焼いて食べようって言うでしょ。そうですね。あれ意味が何なのかな。なんか食べたくなっちゃうから。なんかそういうねチヂミそういうことわざみたいなのも面白いでしょ。雨の日はチヂミを焼いて食べようだとかね、あるんですよ。ぶちゃぶちゃとか、言いますよね。タモさんでも日本にタモさんね来て、はいはい、初めてなんかすごいエピソードがあったっていうことも聞きましたけど。うん、やっぱ言葉 の、 その向こうとこっちと同じ漢字でもちょっと使い方が違ったりするじゃないですか。例えば八方美人っていう言葉も日本だとそのいろんな人にいい顔をするみたいなそういう意味を持ってると思うんですけど、韓国だといやパンチさんって八方美人ですよね。パンチさんそう韓国の意味での八方美人、韓国の意味でのパンチさん八方美人ですもん。その違いのレベル分からない。あ、本当ですか。いや高いね、そんなのあるの。そう、韓国だと八方美人っていう意味は、うん、何でもできるマルチ、八方の方に美人、要は何でもできるそういうマルチな人なので、本当に言うのパンチさんみたいなそういう方のことを八方美人って言うんですよね。 ありがとうございます、はい、じゃあ初めてさタモンさんがさ、うんうん、日本に来る前から日本語ちょっと喋れると思うけど。全然です。いや最初覚えた言葉は何ですか。一番最初はそういえばそういえば難しいね。あのね、歌手のね、アグネスちゃんっているのね、香港の。ああ、知ってます知ってます。その人は日本に来て一番最初に覚えた言葉は、はい、私はお腹が空きましただからそういう風な言葉を期待してるのに、ね、そういえばって何ですか。そういえばタモさん、そういえばタモちゃん何食べる、そういえばっていうの。あと次に覚えたのは氷山の一角、ちょっとね知的ですね、僕はやっぱりピョンメッチュセンメッチュだと食べるもの飲むもの、デジカルビとかさ。言葉は何かな。結構ことわざ大好きなんですよ。あ、そうなんだ。なんでお茶の子さいさいとか大好きです。お茶の子さいさい、なるほどなるほど、あ、やっぱりその切り口が僕の友達にいないタイプなのでね、楽しいですね。あ、よかった、嬉しい、きっぱよ。パンチさんね、はい、川崎にお住まいですよね、うん、そうです。川崎市民でいらっしゃってね。そうです。今日川越までいらっしゃってくれましたけれどもね、はい、ありがとうございます、はい、ある偶然があったんですよ、うん、タモさん分かりますか。偶然、いや今日ね、はい、この南大塚、ね、スタジオがあるこの南大塚の駅に着きました、うん、で、もうパンチさんってね絶対遅刻はしないっていう、うん、もうそれをポリシーにされてる、ね、素敵素敵。もう早く着いてまずしたことは何か、うん、ランチを食べる、はい、どこで食べたと思いますか。この辺だとラーメン屋さんとか多いと思うんですけど、実はね私と、マユミこと塚越に、ね、はい、一緒に、まあ、本庄の方から今日関越を使ってきたんですけどね、早く着いて行こうと思ったお店がなんと居酒屋の庄屋さん。ああ、庄屋、あそこにありますよね。ルピナスのね、フリーペーパーなんかも置いていただいたりしてますけれどもね。ありがとうございます。それをフェイスブックで見て、おお、なんかすごくいい方が店主さんだなってことで、うん、今日行ったんですよ、うんうんうん、パンチさんも
その後入れ替わりぐらいがもしかしたらすれ違ってたかもしれない、うん、すれ違ってもなかったですね。いやパンチさんきっとね早く来てどこかで食事でもされてんじゃないかなとか、それだったら早く来て一緒に食事したかったなと思うぐらいね、うん、同じところだからやっぱり引き寄せの法則だったんじゃないですかね。あの初めてあの降りた南大塚ですかで、あの歌詞みたいでこうね、こうやって匂い嗅いだらさ、立ち食い蕎麦屋さんの匂いもしないしさ、なんか食べるとこなさそうだなと思って確かにでスタジオは左かな右かな、食べるのはどっちがいいのかなと言って、うん、この人の流れから行って右に降りてみようと降りたの、そしたら交番があって、うわ、あそこの黄色いのなんだと思ったら醤油屋さんで、あのそのトイメンのあっちのなんか肉うどんっていう上りにも惹かれたんだけど、うん、肉うどんじゃ力出ねえなっつって生姜焼きにして、いや、うん、私と同じ、実はうどんにしようと、うどんのお店の前まで行ったんですよ、うん、いやでもなんかうどんっていう気分じゃないだ、うん、あそうだ、フェイスブックで加藤さんがなんか投稿してたな、生姜、の店主さんすっごくいい人だって書いてたな、じゃあそこに行ってみようって、それで行ったんですよ、そしたらスタジオもこっち側だったでしょ、うん、というすごい引き寄せ、いやもうね今日ね2時間じゃ足りないぐらいパンチさんのことでいろいろ聞いてみたいとね、もうそのためにやっぱり私も MC をする以上はパンチさんについて分かる限りのことを勉強しとこうと、もうアメブロ含めてですね、フェイスブック含めてウィキペディアも全て読んでいきます。ウィキペディアなんてもうもっと先ですよ、パンチさんにお声掛けさせていただくときに。だからもうパンチさんのことについてはね、10個質問されたらまあ3個4個は即答ですね。あれ僕はね勉強不足ですね、てっきりね、カオンさんとね2人でしっとりの番組なのかなって、なんかね元気なね男性の方がね1人で喋っちゃってね、そうこれじゃね徹子の部屋と一緒ですよ。だから徹子の部屋っていうのはね、事前にねデータが渡されるの徹子さんに、だからテーブル見ると分かるんだけど、ずらーっとカンペが置いてあるの。だから徹子さんは全部1人で喋っちゃうわけ。パイさんはね川崎出身ですよね、はい、そしてね中学高校大学で行ってね、でプロはオリックスでドラフト1位でね、あそうです、それから芸能界入ってね29年だったんですよね、あそうです、どうしたもね中国の方でね、あの一人娘さんがいてね、あそうです、でもね全部喋っちゃって、はいそうです、はいそうです、しかねでなでねまさしくその状態なんですよ。そういうことなんですね、デスコさんっていうのはそうなってるんですか。全部その机の上にデータ出てるから、無口な人だとはいそうです、はいはいしか言えなくなっちゃう、そういう状態なんですよ。本来 MC ってあんまり喋らない方がいいですもんね。そうなんですよ、ゲストの方に喋っていただく、そうそう喋らせてもらわないとね。1、2どうですかって言って我々が3、4、5、6、7、8、9、10ですよっていうのに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10どうなっちゃってさ、徹子さん徹子さん、まあまあ、徹子さんね。でも大体この、こういう空気っていうのは分かったので、そういう感じでいきましょう。いや、はい、もうね質問したいことだらけなんです、はいはい、私実はですね、夜はちょっと別のお仕事をしておりましてですね、はい、夜の仕事といって、真っ先何を思いつきますか。このタイプでいくとこのタイプあのなんていうか、あの飲食とかアルコールとかが置いてないような感じがするし、おいいですね、正解です、正解、待ってよ待ってよ、お夜でしかできない仕事。いやできないわけじゃないんですけども、週末だったらまあ昼間でもできるかなと。うわー難しい、難しい、30分しかないからここで考えてたら時間がもったいないから、はい、実はですね学習塾をやっておりましてですね、あそうかそうか、だから先生っぽいんだ、学習塾やってるんですか、はい、学習塾をもう20年以上やっておりましてですね、じゃあ、あの本当にね、あの勉強のセンス、スポーツのセンスっていうのもあって、例えば野球だったらこの辺に投げてくるんじゃないかとか、このバッターの今のファールチップだったらあっちの方に打球が行くなって、こうやって分かる人と分からない人がいるのよね、先読みみたいな、それも勉強も同じで、この辺が出そうだなとか、あのそのセンスもあるんだけど、察知しちゃう、あの僕はねあのそれは全然分かんないタイプで、例えばあのテストの時に机に全部書いちゃうのね、あのそのカンニングみたいに、ただそれが出ないのって全く関係ねえって手で消しながらね、だそういうセンスってあるんですよね、その辺はやっぱりあるでしょ先生的に。いやそうですよね、ここは絶対に出るからやっておくようにって言っても、
やらない子もいたりするんですよ。もう出るよって。もうこれ実は夢の中でその、あの担当の問題作る先生から夢に出てきて聞いたところだからねって感じで言っても、分かった、先生の話を聞いてなかったんだ僕はね、うん、あの冬はね、うん、校庭側の一番後ろの席、夏はね廊下側の一番後ろの席、うん、夏は涼しく冬は暖かい席ででね、あの外でねこうやって、うん、雲を見てたらね、うん、ひらがなでねさーとーってなってね、あの雲はあれしたらうになる、さっとうになる、うになる、頭パチンどう見てんだ佐藤とかって言われて、ね、そういうタイプだったんですよ。いやちょっと待ってください、今の話でね、ちょっとね一つね、はい、疑問というかね、これはね、はい、指摘しなきゃいけないところあるんですけどもね、はい、その席の位置というのは、はい、パンチさんの意向が優先されるんですか。そうです、あのね、あのくじ引きでね、あの席をねあれするでしょ、で僕の野球の帽子の中にいい席をあの中に埋め込んでおくわけ、あのこのおでこのところで、あ取れ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 よつって一番最後にラッキーみたいな感じのね、そういうねいたずらだったんですね。あ、はい、やっとなるとね、はい、パンチさんの小学校中学校の頃の、はい、勉強の方はいかがでございましたか。勉強はね できませんよ。ただね、はい、僕の YouTube でも見てもらえば分かるんだけど、話したんだけど、はい、松田幸男先生っていうね6年生の担任の先生が素敵な先生で、はい、僕は松田幸男先生が大好きだったんですよ。だからね、夏休み終わったらねすぐ漢字テストやるぞ、50問ずつ読み書きやるぞって言われたんだけど、うん、僕夏休みちゃんと漢字テストの勉強をしてから野球練習に行ったわけ、うん、で夏休み終わってさ、はい、最初来たらもう、はい、やるぞとか言ってみんな、やるんだやるんだなんて言うわけ、はいはい、僕は自信満々だったのね。そしてもうパーッと全部書けちゃったの、5分で。お、すごい。ただね、唯一修学旅行っていう字書ける、修学旅行、修はね、修はね、うん、あのね、星野修さんの修ですよ。そう、これこれ、あ、これ修学旅行で、うん、このね縦の棒がね、うん、なかったんじゃないかなと思って消すと頼りねえな、書くとなかったな。でそれでもう30分も40分も悩んで、で最後どっちに出したのか忘れちゃったんだけど、次の日、はい、回答用紙持ってきて、男子1人女子1人100点がいるっていうわけ。おー、さ、村瀬が篠原が八木橋か山本じゃねえのなんてみんな言うんだけど僕の耳がバーンと熱くなって、俺かもしれないと思ったわけ。でも僕らくるくるパーだからさ、みんなそんな佐藤かなんとは言わないわけよ。だから女子は村瀬だ、うわーやっぱり村瀬だよ、男子は佐藤だ、シーン。そしてうわーっとなったわけ。だから僕はね、57年の歴史でね、はい、最初で最後初めて取った100点がそれなの。それで笑い話でね、はい、その松田幸男先生は今でもお付き合いがあるんだけど、おお、すごい、うん、10年ぐらい前にね一緒に飲みながらね、はい、先生は何百人何千人と生徒を教えてるからね、はい、あの日のことは忘れてると思いますけど、うん、これこれこれでもしかしたら先生修学旅行の修という字一本書いてくれたんじゃないですかって聞いたの。それはタモさんなんて言ったと思う、先生は。そうだよ、はははは、直したのはそこだけじゃなかったかなそれ YouTube でも言ってないですよね。いや言ってる、あ、言ってるんですか、うん、だから僕には自信というのをプレゼントしてくれて、はい、それでみんなにはほらみんなやらないとダメだぞっていう、そういう先生なわけよ。幸男先生素敵、うん、ね、YouTube ね、うのとパンチの今日もどこかでダイナマイトってやってますんで、はいはいはい、そこで松田幸男三部作がありますんでね。あ、そうなんですね、はいはい、おー、いやー、その一つぐらいは見て拝見させていただいて、うん、はい、話僕から質問ですけど、学習塾の先生になろうと思ったきっかけは何なんですか。どこの大学で何が得意なんですか。大学は、早稲田大学を出てるんですよ、で、大学時代から塾の講師をしておりましてですね。あ、なるほど。でその後、日本生命という会社に、はいはい、まあ、入って数年間やってたんですけども、はい、やっぱりその大学生の頃の塾講師の頃のですね、うん、達成感だったり、ね、生徒の喜び、それ忘れられなくて、なるほど、ね、もう一念発起して、うん、自分で塾を立ち上げようと、うん、でその大学の頃に塾をやってた時には、うん、ある時ですね、うん、その教室責任者から呼ばれまして、うん、なあ楠本と、うん、その教室責任者も大学の先輩だったんですけども、うん、
ちょっとやりすぎだから控えてほしいと、うん、何をやりすぎますか、生徒対応というかそういうのあまりも生徒のためにいろいろやりすぎててですね、うん、他の先生がなんかやってないように見えるから、うん、本当にありがたいんだけれども他の先生もしっかりやってるから、それ以上にやりすぎてしまう、うん、で私もその先生の立場分かったんですよ、うんうん、やっぱり大きな組織の中でいう と、うん平均化も必要だったり、うんうん、じゃあ自分でやりたい塾を立ち上げようと、うん、っていうことで、うん退職サラリーマンを、新卒の後、うん、退職してですね、うん立ち上げたのが今やっている学習塾なんですね。ああそれは素晴らしいですね。ありがとうございます。僕それを聞こうと思ったのっていうのは学習塾たくさんあるけども、はい、色的にねカラー的にね、はい、よそとどういうところをね、違うんですかって今聞こうと思ったんだけど、あそういうことですね。そうだから、うん、まず 1,2 年生の間なんてもう部活優先、部活のために塾に来れないんだったらいくらでも振り返してやるよ。そう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 、もう質問あったら24時間今だったらとちょうど LINE があるんでね、うん、LINE に分からないとこを書いてそれを送ってくれば、2,3 時間以内に回答して送り返してあげるよ。時間外でも全然時間外でもあのね、そうそうそう、そういうことか。だから多分、うん、今日こうやって引き寄せの法則で あったのかもしれませんね。これパンチさんって何か、うん、ダイナマイトのあの一言の中に何か通じるものを感じたんですよ。確かに、うんうん、だから僕は芸能界入った時に、今みたいな芸能界のレベルじゃなくて、うん、スーパースターの集まりだったわけ。喋、うん、ってる話、着てる洋服、うん、食べてるもの、うん、今みたいに短パンでテレビ出たり、それで知らないとかやばいやばいとかそういうレベルじゃなかったのね、うん、だから偉いところ飛び込んじゃったなと思って、うん、壁に当たった時があってさ、うん、その時にお前だって負けてないところあるだろうって自分自身でこう自問自答したときに、まず遅刻しないっていうところ、あと風邪ひいたって休まない元気な体、あとは手を抜かない、この3つは負けてないぞと思ったの。じゃああとは勉強すればいいことじゃないかつって壁を打ち破ってこう今は来てるんだけど、やっぱね先生との出会いっていうのはね、変わりますよ。あと野球の監督やコーチだったりさ、それで野球が嫌になっちゃったりとかさ、勉強が嫌になっちゃったりだとかってあるもんね。僕はね担任の先生のせいでね勉強が嫌いになっちゃったのね。もうねある一人の生徒をねひいきして ね、うん、でね僕は嫌われてたんだね。げんこつ僕だけ思いっきりだったもんね。あそうそうですか、うん、もうねダメじゃないですか、ゴンゴンって順番でね、ゴン、ゴンって僕の場合になると一回、ぐるってねねじるようにして本当に白黒写真で骸骨がピリ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 ってなるみたいにね、あれはね参りましたね。やっぱそういうのあるもんね。いや私もね中学校の頃結構なぜかね集中攻撃でクソと思ってね、なんとかこの先生にクソとよくやったって言ってもらうためにどんな質問されても完璧に答えてやると思った。だからそういう切り返しができるからすごいんだよ。そう僕なんかクソと思ってそれで終わっちゃうけどね。で一方ではねやっぱりね原骨というかね、ある時は楠本、まあ、廊下に出ろって廊下に出されるわけですよ、で何も悪いこともしてない真面目に授業を受けてたのに、いきなりガガガガーって言うわけで、それなんでだと思いますか。これは絶対わからないんですよ。その先生との信頼があったからできたことなんですけど、それはいい先生だってって言うことだな。そう、その先生はいい先生。わかりました。答えがわかるからってね、お前はいはい手挙げて全部答えるんじゃないって言う違う違うんですよ。何ですか。それはね隣のクラスがめちゃくちゃうるさかったんですよ、はい、でもその隣のクラスにうるさいって言いに行くのは、はい、そのクラスに先生に、ね、失礼だから楠本を廊下に出して、楠本をガガガーンというふうにだからシーンとなるからね、シーンってなるんですよ。ああなるほど、そういう役でもあった。そういう役でもせっかくねタオンさんもいてね、いろんな話したいんだけどね、もう先生話もう一つしちゃった今先生話いや楽しいです。ね、ある日のね授業中1時間目、雪が降ってきたんですよ。雪が、はい、ああ雪だっつって、2時間目3時間目とどん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 降ってきたの、で4時間目になったら少しずつもう積もってきてさ、給食食べてたらさ、そうね30センチはあるかないかぐらいまで積もったの。松田幸男先生がね、
みんな雪合戦したくないかって言うわけよ。でしたいですって言ったら、うん、じゃあこの5時間目6時間目雪合戦やるから、はい、この2時間分を1週間で取り戻すぞ、給食の時間も短くしてで取り戻す、いいな、約束するな、はいって言って雪合戦やったわけ。いや、うんうん、先生、そしたらさ、いいなって見てるクラスもあるわけじゃないですか。閉めろとか言って、そういうクラスもほとんどで、何クラスかこう出てきてやったんだけど、次の日キンコンカンコン、1時間目松田先生が来ない。え、自習か自習か自習かラッキーって言うから2時間目キンコンカン来ない。どうしたんだと思って、ワンパック3人組が職員室に行って、ゾコロ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 って開けてみたら、松田先生がいろんな先生から集中攻撃受けて、なんで雪合戦やってんだろうなんて言われてるわけ。やべえと思ったら、松田幸男先生は岩手県というところ出身で、毎年雪が降るのね。僕が生まれ育った岩手県遠野市では毎年大雪が降ります、毎年雪合戦ができます、でも川崎は雪こんな降る時ないじゃないですか、来年できるっていう保証があるんですか、だからやらしたんですって言って、もうガラガラガラっと閉めて教室帰ってきて、これでよみんな松田先生がこれだってよなんて言ってたら、先生がガラガラ先生みたいなね、そういう話がね、ドラマチック。だから話をまとめますとね、やっぱりね、素敵な学習塾の先生、そのスタイルで突き進んでください、はい、ありがとうございます、はい、そしてまた一人でも何て言うかな、素敵な大人になるような、はい、一流 の、 その企業に勤めるというのもいいんだけど、はい、僕私学習塾でその先生になんて言うね、お頑張ってください。そうですね、はい、実はその学習塾二十数年間の中ですごい活躍している人がいます、うん、それは第2話の中でね、ちょっとお話ししたいと思いますので、はいはい、この辺りで、今週の放送はね、終了させていただきたいと思います、はい、じゃあ塚越まゆみんね、まゆみん、じゃあ最後に一言、はい、ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。では皆さん来週まで、さようなら。さようなら。さようなら。アンニョン。アンニョン。未来の力。